まあ、まあ、とりあえず最初に薬師堂ね。止めるとしたらどこに止めるって言ってた？いや、もうここら辺どっかって言ってたよ。わかりました。まあ、いや、とりあえず薬師堂から行くか。これこれこれ、ほら石仏。これ。おお。これ。これ。あ、お猿、お猿さんだ。ん？何？この石仏は何でしょう。多分これ薬師堂の入り口ですよっていう意味だと思うんだよね。多分ね。はい、行こう。とりあえず最初は薬師堂ね。まあ、この間夜行った薬師堂。なんか変な動物がいた言うて。そう。前夜中行った薬師堂のところの3軒4軒ぐらいある集落のところなんですけど、いや大丈夫、そっち映さないから。なんか全然人の気配がしないですね。でもここはワンチャン住んでるのかな。綺麗だもんね。こないだ U ターンさせてもらったお家は住んでなさそうだもんね。はい、いや、はい、じゃあ行きましょう。じゃあね、薬師堂だよ。薬師堂でお参りをしてから上の集落でしょ。うん、はい。それでここどこですか。知らないですよ。上の集落のちょっと上がったところにある薬師堂です。そしてあなたは誰ですか。あ、どうもこんにちは、太郎でございます。はい、はい、どうぞ。ごきげんよう。あんたちね。あー、はい、ごきげんよう。ほら、夜来たからよく分かんなかったけど、結構お地蔵さんもいてね。ほら、あの、なんかいた言うて、一旦引っ張ってたところでいるの。なんかいたのは、うん、あそこの藪ならです。あの、上の集落の入り口の上に薬師あかん。ダメだ、やめよう、やめよう、やめよう。どうした。やめよう、やめよう、やめよう。どうしたの。ガサ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 、上で動物いる。いやー、はい、あそこ、ここね、ここ、うん、ここガサガサってなってくるんですよ。これは松の木、松ぼっくり爆弾ができるってことだね。ということは猿来てるの。松ぼっくり、ガランガランがないです。ああ、取れちゃったのかな。毎月だけあったの。いや、ないと思う。いや、開かないしな。南京城してあるし。そうだね、とりあえず中だけ見とくか。おー、すげえ、木のクワがある。
ここだけ時代が止まってるな。はい、中はこんな感じです。ちゃんと神様いますよ。神様、仏様って言うんだっけ、お寺だからね。お堂なんだよね。隙間から入れとけばいい。そうだね。あ、土壁。もうボロボロだけどね。じゃあちょっと参拝しましょう。はい、こういう、あれやっぱり首がないよ。モンパさん、モンパさん、ちょっと聞いてる？首ないっすよ。ね。ほら。あ、でも一体だけ首ありますね。これずっ、ちょっと待って、もうこれ首どころじゃないよ。もう胴がないよ。そうだね。てかしばらく管理されてないのかな。ちょっと踏むのはあれだけど、時代がここに書いたんだよね。あ、あの一番手前の灯籠を取るか。ね。わかんない。時代がね、時代がわかんないですね。ちょっと裏から見るわ。時代書いてないですね。いつ頃のものなんだろう。でもちゃんとこのお寺はね、中しっかりしたものがあったんでね。だから時たま、あ、書いてあった。天。天？なんね、まあいいや、後でちょっとじっくり見るわ。はい、このぐらいの年代です。そこ何、あの丸いの、お墓かな。ちょっと見てみます。なんかカバンが、あ、怒っちゃった。よくわかんないカバンがありました。カバンがありました。触っちゃいました。これなんだろう。なんかこれどこ、お墓っぽいな。お墓かな。やめとこっか。すいません、お邪魔します。畳あげられてるな。あそこに新聞があるな。あの新聞で時代がわかるんだけどな。え？マジで？ちょっと銃声が聞こえるよ。